こんにちは。股関節専門サロン松本慎也のヒプシューバー田山です。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、股関節症の真実について、お話ししていこうと思っておりますが、講義の後の実技のコーナーでは久しぶりに、腹筋の方ですね、ちょっと応用編というのをやってみたいと思います。そしてその前に講義の方ですけども、今日は、股関節症、股関節の痛みで悩んでいる方に向けてエールを送りたいと思っております。はい。股関節のですね、痛みの取る方法っていうのは手術だけでしょうか？そんなことはありません。手術以外にも方法はあります。まあ、股関節のその変形によって、あるいは軟骨の厚みが減ったことによって足の長さに左右差がある方っていうのは、まあ、それを足の長さを揃えたいっていう目的で、手術をやる方はいらっしゃいます。まあ、それはちょっとね、手術をしないと方法っていうのは他にないんですけれども、基本的には股関節の痛みっていうのは取れます。手術なしでも取れます。大丈夫です。で、例えばですね、病院でレントゲン撮ってですね、このようにいろいろなレントゲン写真出ると思うんですけども、例えばこれですね、上の骨と下の骨、骨盤の骨と太ももの骨がくっついちゃって間の軟骨がなくなっちゃってますよとか、骨が変形しちゃってますよとかね、末期ですねなんて言われますね。こんなのはですね、大丈夫なんです。なぜなら軟骨には神経がありません。そして骨が変形しても骨には神経がありません。つまりこのような変化が起きているところと脳みそはつながってませんから、痛みを感じていないんですね、ここについて。ですから今皆さんが感じている足の痛みっていうのは軟骨とか骨の形とは関係ないので大丈夫です。心配いりません。でですね、また他の方のレントゲンでこういうふうに骨の中に穴が開いてしまう方いらっしゃるんですね。こういった穴ですね、穴が骨盤側に開いたり太ももの骨の方に開いたりしますけども、これも痛みの原因ではありません。これは人間が、骨を強くしようとしている修復作業になりますので心配はいりません。そしてこの穴が潰れることもまずありませんので大丈夫です。あるいは骨棘ですね、あートゲが生えてきましたねなんて言われちゃいますけどね、トゲの部分、これも大丈夫です。これが原因で、足が痛いなんてことはありません。痛そうに見えるんですけどそんなことはありません。ですからどのようなパターンのレントゲン写真が出ても今皆さんが感じている痛みとは関係ない。ですから手術しなくても別の方法で治すことができるわけです。レントゲン写真と痛みっていうのは比例関係にはありませんので大丈夫です。そうなってくると、じゃあ原因は何なのかっていうことになってくると、この周りにある筋肉たちということになってくるんですね。筋肉がもう360度股関節の周り囲んでますから、前後左右と、その筋肉たちが痛みの原因となっています。で、筋肉がですね、まあもう生まれた時からですよ、皆さんの中でですね、ほとんど9割の方がおそらく、先天的に股関節脱臼か、球外形成不全という骨の形が正常とはちょっと違った状態で生まれてきているはずなんです。これはもともと知らなかった人が多い、大人になって痛みに出てからレントゲンを取って初めて知った方が多いんですけど、実はそうなんです。ただそういった骨の形が正常じゃなかったことによって、この周りの筋肉たちがずっと長年影響を受けてきたわけですね。その疲労の蓄積が今痛みとなって出てきているわけです。疲労によって筋肉が硬くなって、筋肉が硬くなると血流が悪くなります。ですから、そこに痛みが出てしまうという流れですね。はい。で、じゃあどうしたらいいかというと、筋肉ほぐしをやるということになってきますね。筋肉をほぐして疲れた筋肉を元気にしてあげて血行を回復させる。そうすると痛みが取れてきます。診察でですね、骨が進行しちゃってますね、進行進んでますねなんて言われてる方もいると思うんですけど、大丈夫です。安心してください。進行は止められます。そしてお医者さんが言っている進行っていうのは進行ではなくて、悪い意味の進行ではなくて修復なんです。人間には自然治癒力という、体を治そうという力があって、
それが今股関節で働いてる途中なんです。工事中、いい方向にね直そうとしてる。道路もね、例えばこう、何かね壊れれば工事して直すじゃないですか。それと一緒、工事をして骨を直してくれてる最中なんです。ですから大丈夫、今自分の体が頑張って直してくれてる最中ですから、自分の体を信じてあげてください。自然治癒力は強いんです。大丈夫です。いいですか。悪くなるのに時間がでもかかってますよね。生まれた時から、痛みが出始めるのが40代50代が多いですから、それだけに時間かかってる。うん。だからその分やっぱりね、痛みの原因も根深いんですよ。ですから痛みがよく、逆に良くなるのもすぐにってわけにはいかないんです。ちょっと時間はかかるんです。でも時間はかかるんですけど、手術をしなくても痛みは必ず取れますから、そこへ向けて自然治癒力を高めていくことが大事になってきますね。良くなるのにもちょっと時間がかかります。でも骨は痛くないんです。骨が痛いわけじゃないので、諦めずに前向きにポジティブポジティブステイポジティブね、コツコツ毎日、日々の積み重ねの筋肉ほぐしが大事になってくるんです。もう毎日毎日ね、歩くし、立ったり座ったりするし、立ち仕事するし、家事もするでしょう。働いてる方もいると思います。それで筋肉は疲れるんです。でもそれを疲れをためないように、毎日コツ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 と筋肉ほぐし続けてください。必ず筋肉は元気になってきますから大丈夫です、ね、痛みがなくなってきます。なくなってきたら今度何するか、そしたら観測荷重法です。観測荷重法って何ってなってくるかもしれないですけど、痛い足に可能な範囲で体重をかけていくんです。これね、痛いとかけられないですけれども、痛みが取れてくれば怖がらずに徐々に徐々にかけていってみてください。私どこまで体重かけられるのかなってを調べながらね、かけていってください。かけないと良くならないんです。痛みが取れてきたらですよ。痛いうちは無理しなくていい。痛みが取れてきたらちょっとずつちょっとずつかけていく。過剰に足をかばいすぎてしまうと必要以上に筋力が落ちてしまうね。それは良くないことです。使える分は使って筋力が落ちないようには維持していきたい。ですから、怖がらずにちょっとずつ体重をかけていく。そうすると筋肉が使われて、それまた血流が良くなっていって、痛みも取れてくるし、筋肉もついてくるし、いい方向になっていきます、ね、体重かけられないとそれはそれで血行不良になって悪循環に陥ってきますから、そういったことにならないようにまずは順番が大事。痛みがある方、筋肉ほぐしで痛みを取っていきましょう。筋肉を元気にしましょう。そして血行を良くしていきます。で、痛みが取れたら観測荷重で体重をかけていく。それによって歩き方良くなってきますから、怖がらずに体重をかけていきましょうね。はい、手術以外にも痛みを取る保存療法という方法があります。自然治癒力を最大限に、活性化させていきましょう。変形していても痛みは必ず落ち着く時が来ます。骨は大丈夫です。はい、ということで、ちょっとね喋りまくってきましたけども、じゃあここから実技行ってみたいと思います。実技の方は、腹筋の応用編です。腹筋の応用編をお送りしておきますが、まずは基本の方を説明したいと思います。丹田という場所が、おへその下指3本ぐらいいった、まあ、5センチ6センチ下でしょうかね、下腹部に丹田というポイントがあります。ここに力を入れることで、体の姿勢を良くして使う筋肉をですね変えていくことで痛みを取っていくという方法の基本になります。まず丹田に力を入れるには、仰向けで寝た時に皆さん腰の下に隙間ができますね。この隙間を埋めるように腰骨で今僕手入れましたけど、こちらを押していきます。その時に力が入るのが丹田の場所、下腹部になります。で、これが基本ですね。ここに下腹部力入れた状態で今日の運動は行います。ここから力が抜けることは一度もありません。で、今日の応用編のスタートポジションは両膝を立てた状態から行います。そして腹筋に運動を加えていきます。片方の足をかかとを滑らせて伸ばします。この時下腹部丹田抜けません。そして伸びたら今度戻していきます。戻す時も下腹部丹田抜けません。今度は反対の足を同じように伸ばして下腹部意識して戻します。これを交互に
2分間やりましょう。早くやる必要はないので、ゆっくりゆっくりでいいです。早くやると下腹部抜けてしまいますから、ゆっくりやって下腹部抜けないようにしてください。注意点としては、後頭部で枕を押し付けないようにします。そのために顎を少し引きながらやるといいと思います。この状態で伸ばして曲げて。ただ注意点としては、皆さん股関節が痛いので、伸ばす方を伸ばした時に鼠径部が痛い方、あるいは曲げる時、曲げ始めが多いと思いますけど、曲げ始めに股関節が痛い方いらっしゃると思います。ここが痛い方は無理しないで、この運動ではなくて他の鍛錬の方法をやってみてください。あるいはその時に痛みが出る鼠径部を綿棒などを使って筋肉ほぐしをするようにしてみてください。片方ずつできた方はですね、これやり方は交互ではなくて、左だけ1分か、1分やったら右だけ1分かという方法でも構いません。で、これができるような方はですね、次のステップに行ってみましょう。次はですね、下腹部力入れとくのは同じです。今度は両足同時にかかとを滑らせて伸ばしていきます。そして下腹部抜けないまま両方いっぺんにかかとを滑らせて元の位置に戻していきます。これをですね、1分間やってみてください。かなり下腹部効いてくると思います。注意点としては、運動中に痛みが起きないこと、あと運動が終わった後、やる前と比べて調子が悪くなっていないこと、痛みが増してないこと、このあたりに注意しながら、こういった症状が出ない方はぜひ取り入れて、丹田ですね、鍛えていって、普段の立ち姿勢ですとか歩き方に変化をつけて、股関節痛の痛みを取っていきましょう。本日も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。今日はですね、仙台店から久しぶりにお送りしております。チャンネル登録まだされてない方、ぜひチャンネル登録をしてください。下に赤字でチャンネル登録と書いてありますので、そこをポチッとクリックして、登録してください。登録しますと、私の方から新着動画がアップしますと、皆さんに届いたよという、新着動画上がりましたよという連絡が行くようになりますので、見逃しがなくなりますので、ぜひ登録しておいてください。あとですね、今日の動画、ためになったよ、よかったよって方は、下にあるこのマーク、いいねボタンを押してください。いいねボタンいっぱいつくと、私のYouTube 作っていく、動画を作っていくモチベーションになりますんで、ぜひよろしくお願いします。そして、何かわからないよってことありましたら、下の方ですね、コメント欄っていうのがあります。ずっと下まで行ってみてください。コメント欄の方から、質問書いて送っていただきますと、時間ができ次第必ず返信の方しておりますんで、コメントの方もどしどし、書いて送ってください。それでは、皆さん、元気出して、ポジティブに前向きに、痛みは必ず取れます。大事にしてください。